ね、りょうくん。そういうことらしい。エリカはシオンの世話人だったんだな。シオン専用メイドさんです。なるほどね。それで肝心のシオンはどこにいるんだ。あの扉の向こうがシオンの仕事場兼寝室になっています。ですがあちらの部屋への入室は禁止させていただきます。何？申し訳ありませんが仕事部屋に入れるのは私と稲葉少佐さんだけです。部屋の内部のチェックもさせず本人にも会わずにガードしろっていうのか。シオンは人前に姿を見せるのを好みません。彼女の方からこちらに出てくることも多分ないと思います。別に構わないか。護衛対象が動き回らないでくれるならこっちも面倒がなくていい。本当にごめんなさい、リョウ君。シオンはちょっとわがままなところがあって。ちなみに私もまだ会ったことないよ。そういうわけで私らはここで扉の前を見張ってればいいのよ。君が言ってた通り確かに仕事は楽そうだな。嘘なんかつくわけないでしょう。ちなみにシオンの護衛は3交代制。護衛チームは2人1組が原則よ。たった2人か、ずいぶん少ないな。それもシオンのわがままなんです。必要以上の護衛はいらないっていうもので。確かにわがままだ。まるでお姫様だな。お姫様よ。え、シオンはここのお姫様で、私たちは言ってみれば親衛隊ね。ちょっと品はないけど救世主様と言ってもいいけど、見た目があれだからね。やっぱりお姫様がふさわしいでしょ。なるほどな。なんか文句でもあるの？別に、ただもうやることがなくなったからさ。もうデータ読み終わったの？でもここは結構広いから見取り図だけじゃ構造を把握できないでしょう。いや、もう大体わかった。嘘でしょ？建物内への突入は訓練も実践も嫌になるほど繰り返してきたからな。春名純一って元特殊部隊だっけ。忘れっぽいやつは出世できないぞ。私特に出世願望ないから気にしないよ。その年で純一になってるやつが言っても説得力はあまりないな。出世しようと思ったわけじゃないよ。気がついたら純一になってたの。そりゃ嫌味なことだ。あんただって私と年も階級も同じじゃないの。退屈だからな。考え事でもする以外にやることがない。
ていうか、そんなに退屈？ラビーは退屈じゃないのか？こんなところで座ってるだけなんて。そうでもないよ。なぜ？だってシオンなんだよ。あの扉一枚の向こうにあのシオンがいるのよ。これちょっとすごいことでしょう。ま、普通の状況ではないな。まさに天才としか呼びようのない科学者。この目で見る機会が来るなんて考えもしなかったよ。考えたことがあったとしたら、君は相当な無双家だな。あら、私にだって夢見る少女だった時代くらいあったのよ。なんだか楽しそうですね、お二人とも。ちょっと休憩してお茶にしませんか？エリカさんが入れたお茶は相変わらずしみるほど美味しいね。恐縮です。お茶でよければいつでもお出ししますから。なんだったら出張サービスもしちゃいますよ。つくづくこの舞台に配属されてよかったと思うよ。私は。そっちのお兄さんは不満があるみたいだけど、今はどうかな。紅茶はうまいが退屈は紛れないからな。何？あんたは退屈しのぎのために軍に入ったの？そんなようなもんだ。ところでさっき、お二人はシオンのお話をしていたみたいですね。興味を持つなっていう方が無理でしょう。しかも、今は声が届きそうなくらいそばにいるんだし。シオンは今仕事中ですから、銃声が鳴り響いても聞こえませんけどね。集中力が波じゃありませんから。それは危ない。危ないですけど、行ったところで治る癖ではありませんから。護衛の皆さんたちを頼りにしていますよ。了解。で、お二人はシオンのことは知ってますよね？知らないはずはないだろう。詳しいわけじゃないがな。私も。天才科学者、移民船の開発者、星の海への導き手、統治議会議長よりも人気ははるかに上とか、そんなとこね。あとはフェリクスってことか。ええ、そうです。シオンは最も優れたフェリクス、この世界で最高の頭脳を持つ存在です。フェリクスか。お二人ともフェリクスのことはご存知ですよね？そ
りゃ知らない人はいないでしょう。公式に発表されてることしか知らないがな。ちなみにフェリックスという名称は SF 作家ハインラインさんが書かれた遺伝子操作をテーマにした小説の登場人物から取られてます。フェリックスの生みの親が SF 小説のフリークだったんですよ。それは私も知らなかった。というより気にしたこともなかったね。そんな由来よりも存在の特異さの方に目が行くからだろうな。シオンのことをまるで救世主みたいに崇めてる人も多いですけど私にとってはネボスケはただの女の子ですよ。ネボスケ？エリカさん、すごいこと言うね。シオンが小さい頃から彼女のことを知ってますから、付き合いが長い人間の特権ですね。小さい頃から。ええ、ずっと昔から。だって私もフェリックスですから。しかしエリカさんもフェリックスだったとは驚きね。俺はなんでフェリックスがメイドなんかやってるのかが気になるが。そこはあまり言いたくなさそうだったね。ま、人には事情ってもんがあるんだから。事情ね。それに可愛いんだし、いいんじゃないの？むさっ苦しい男だらけのここには貴重な存在よ。いて困るようなこともないしな。そうそう。それにエリカさんがいれば、あたしらの退屈も紛れるしね。そっちの方が問題としては大きいかもな。問題？退屈だってことだ。そうは言ってもね。護衛の仕事なんてこんなもんでしょ。そうそうドンパチが怒っても困るし。こんなところ誰も襲わないだろう。統一軍の監視領域のど真ん中、しかも地図にすら載っていない高等。もしここの存在が知られたところで、パッと見はただの洋館じゃ、興味を持つのはミステリー作家くらいじゃないか。孤島にひっそりと立つ洋館、姿を見せない謎のお嬢さん、そのお嬢様に貸し付くメイド、いかにも腹黒そうな執事、そして館に迷い込んできた一人の冴えない若者が悲しい過去をめぐる事件に遭遇する。冴えない若者って俺のことか。ラビーの役割は何だ？私は事件の鍵を握る謎の美女役でいいよ。何が美女役でいいだ。ズーズーシーにも程がある。真面目な話、
ミスキャストがなければいいんだけどな。大丈夫でしょ。部下の配置くらいきちんと考えてるよ。少佐はあれでなかなか有能らしいし。その割には昇進が遅くないか。だいたいここが重要施設なのはわかるが、中央にいないってことは出世コースから外れてるってことだろう。噂だけどね。少佐自身が昇進を拒んでるんだってさ。理由はわからないけど。拒んでる？昇進の拒否なんてできるのか。少佐の父上も元軍人で陸軍大将だったらしいね。多少の無理も効くんじゃないの。親のコネを頼る男とは思えないが、そこまでして昇進したくないっていうのか、ますますわからん。案外ここの居心地がいいからかもしれないね。出世して中佐になったら警備隊長から外れて、それこそ中央行きだろうから。中央で上にこき使われるよりはここでお山の大将やってる方がいいか。ま、わからなくもないな。というか、隊長が変わると私も困る。軍旗にうるさい神経質な上官とか来たら最悪だもの。そんなの来たら殺しちゃうかも。いや、ちょっと冗談だって。黙り込まないでよ。あまり冗談に聞こえなかったぞ。いくらなんでも殺すわけないでしょ。ま、少佐はのんびりしてるみたいだし、しばらく出世はないだろう。私らが先に出世してここを出る可能性もあるしね。春菜順位？なんかおかしなこと考えてない？いや、別に。コーヒーも飲み終わったし、そろそろ部屋に戻るよ、俺は。うん、私も戻る。ん？あのさ、なんだろう。ちょっと変だと思わない？シオンのこと。うん。ほとんど外に出ないっていうのは聞いてたけど、護衛に顔も見せないっていうのは変よね。恥ずかしがり屋なんじゃないのか。冗談を言ってるんじゃないの。ちょっとね、聞いたことがあるのよ。何を？実はシオンは、はい。稲葉だ。入っていいか。どうぞ。待った。
そのままでいい。俺とお前の仲だろう。誰もいないんだし、形式なんぞどうでもいいさ。どんな仲ですか。機嫌が悪そうだな、リョウ。そんなことはありませんけど、用があるならこちらから伺います。俺はフットワークが軽いのが自慢でね。まあ行動範囲は研究所内だけだが。恐ろしく狭いですね。おっと、そうだ。ほらこれ、お前くらいの年なら食っても食っても足りないだろう。夜食にでもしてくれ。どうも。これ請求書な。売るつもりですか。冗談だよ。相変わらず変に真面目だな、お前さんは。少佐がわざわざ小道具まで用意してジョークを飛ばすからでしょうが。笑いを取るためだったら手間を惜しんではいけない。少佐。なかなか使い込まれてるようだな。さすがに実戦をくぐり抜けてきたやつは違うな。俺の銃なんて新品みたいに綺麗だぞ。あなたは指揮官ですから。むしろ少佐が自ら銃を取って戦う事態になったら困ります。もっとも、俺が撃っても味方の背中を撃つのがオチだがね。少佐、何を。お前もう一丁持ってるだろう。出せ。こっちも結構使ってるな。お前もしかしてトリガーハッピーか。仕事で必要だから使っただけです。今回の仕事では必要ない。できるだけ穏やかに、ただし確実にな。ほう、目つきが変わったな。ミケール・カリウス軍曹、第703研究所警備中隊第3小隊所属。公平上がりで日系が多いうちの部隊じゃ珍しいドイツ系だ。うちのお姫様を疎んじている方も多いらしくてね。何度お帰り願ってもすぐに招かれざる客が入り込んでくるんだ。困ったものだよ。確かに困りますね。泳がせておくという手もあるでしょう。潜入者がどれだけここの情報を掴んでるかにもよりますけど。多少の情報漏れはあるが、想定の範囲内だな。だったら黒幕を引きずり出すことを考えればどうですか。枝葉をいくら枯らしても対処療法にしかなりません。根治するにはこちらもかなりのリスクを背負わなきゃならん。今はまだ枝葉を払うだけでも構わんよ。送り込まれてきた奴らは気の毒ですね。まったく同感だな。半端に能力があったことが彼らの不幸だ。まあシオンを直接同行する気はないだろうし、放っておいてもいいんだが、定期的に処理しないと。うちの庭先でコソ泥のような真似をされるのはあまり気分が良くない。人
トンチのヤブに手を突っ込むとどうなるか教育してやらないとな。俺はヤブの中の蛇ですか。ハルナ順位の仕事はあくまでシオンの護衛だよ。ただせっかくお前がいるんだから役に立ってもらおうと思ってな。護衛の一環と考えてくれていいが、給料とは別に報酬も出る。表に出せない金だが悪い話じゃあるまい。まさかあんたのポケットマネーじゃないだろう。スポンサーがいるわけだな。彼女を疎む者もいれば必要とする者もいる。世界は割とバランスが取れてるもんなんだよ、リオン。そういうのもバランスが取れてるっていうのかな。で、結婚は？早ければ早いほどいい。心の準備が必要なら少しは待つがな。こんな仕事が回ってくるとは思ってなかっただろう。いや、来るものが来たって感じだな。よほどのバカでない限り俺を単なる護衛なんぞに使わないだろう。それじゃあちょっと行ってくるけど、後始末も俺がやっていいのか？適当に隠しておいてくれればいい。後で別のものが回収する。この手の仕事はきっちり分業した方が効率がいいんだ。それは助かる。本当にここの仕事は楽だな。もう一度言っておくが、ここのお姫様は騒ぎがお好みじゃない。だから静かに安らかに眠らせてやってくれ。了解。少佐、お、こんな夜中に女性が一人歩きしてはいけないな。俺が部屋まで送ってあげよう。何をさりげなく女の園に入り込もうとしてますか。ちなんで春菜順位は良くて俺はダメなんだ。なんで春菜順位の歓迎会のことまで嗅ぎつけてるんですか、少佐は。守備は？こっちは片付きました。後の処置も問題ありません。毎度のことながら随分あっさりだな。少しは警戒してなかったのかな。腕に覚えはあったみたいですけど、彼は潜入の専門家というわけではなかったようです。向こうさんも手駒不足か。まあラビーに怪我がないようで何よりだったよ。そういうことを言うと誤解されますよ。部下をいたわるのは当たり前のことだろう。それができない人間も多いがな。少佐は、うん、少佐は結構人のことを気遣うんですよね。というより人のことしか考えていないように見えます。人生は人それぞれだよ。自分のために生きるか人のために生きるか、それは自由だ。ひたすらに誰かを守っていたわる人生も悪くはないだろう。まあそこまで大層な生き方ではないけどな。記録に残せないようなヤバい仕事をさせておいて偉そうなことは言えないよな。そうですね。あなたはただ命令を下してくれればいいんです。私はそれに従うだけですから。そうか。